しぶりです。池田しおりです。今日は、今自宅でいる方が多いと思うんですけど、その時にテレビ電話だったりとか、まあお友達とズームで飲んだりとかすると思うんですけど、その時にちゃんとして見える髪型のアレンジをやっていきたいと思います。簡単なので、よかったら皆さんやってみてください。それでは動画スタート。はい、まず今これ何もしてないボサボサな状態なんですけど、これを後ろに持っていきます。その時にちょっと遅れ毛の部分を出して後ろに持っていくとだいぶスッキリして見えると思うんですけど、あるとないと。まず後ろにまとめていきます。後ろは見えないのでお好きな位置で一つにまとめていきます。はい、今遅れ毛が出てる状態です。絶対に遅れ毛があった方が小顔にも見えるので、もし今遅れ毛がない方は概要欄に、自分でセルフでカットの仕方載せてますので、ぜひ見てください。今回コテは 26mm を使っていきます。私は遅れ毛の幅がだいたい 3-4cm ぐらいあるんですけど、そういう方は絶対にまず2つに分けて、1回で巻くんじゃなくて2回に分けて巻いていきます。はじめに顔に近い方の髪の毛から巻いていきます。その時にちょっと前に引っ張って、黒目ぐらい前に引っ張ってコテを外になるように巻いていきます。毛先までしっかり熱を当てて後ろに行くと顔にすごい沿ってくれるので、巻いた時にすごい小顔効果に見えると思います。次2つ目の髪は、次は内に巻いていくんですけど、また顔から少し浮かせて内に巻いていきます。毛先までしっかり熱が当たるようにスッと下ろします。こんな感じです。反対側はストレートアイロンで巻いていきます。反対側も同様に、まず2つに分けて顔周りの毛をちょっと黒目の方に前に引っ張ってストレートアイロンで髪の毛を挟んで1回転外に回して外します。こんな感じです。2つ目の髪の毛は内に巻いていきます。コテをこのように入れて内に1回転させて離します。N ドットのバームを使います。お家にある、ワックスでもクリームでもいいんですけど、なるべく柔らかめの方がおすすめです。爪の腹でこのぐらい取れれば OK です。指でなじませます。人差し指と親指になじませて、引っ張るようにしっかりとなじませていきます。今バームをつけた後なので、ちょっと束感ができてると思うのでバランスを見ながらほぐしていきます。横にちょっとほぐすのがポイントです。こんな感じです。前髪がある方はストレートアイロンで1回転だけ入れてあげるとかなりツヤが出てくれます。これで巻いた後にちょっとこう散らしてあげるとツヤ感が出てたらいいんですけど、まだちょっと物足りない方とかは残ってるバームを前髪の毛先につけてなじませてあげてください。はい、こんな感じで仕上がりました。今日ポイントなんですけど、まず髪の毛は後ろでまとめます。それだけでかなりスッキリ感、ちょっとちゃんとしてる感が出ると思います。で、顔周りを巻くことによって小顔感も増すと思うので、ストレートアイロンバージョンとコテバージョン両方やってるので、お持ちの好きな方を試してみてください。それではおうち時間も楽しみましょう。さよなら。